先ほど火星探査機が無事着陸に成功しました。ご覧になっているすごい、人類はまた一つ宇宙の壁を越えたんだ。火星ってペコポの近く？近くなもんか。最短で約5500万キロメートル、行くのに半年以上かかるんだよ。キロキロ、全然大したことない。キロ俺たちはケロロ隊長の指示でこれっきりディスカバリー計画を開始。目的は初心に戻ってペコポンを再探査することである。我々も今一度あの情熱を呼び覚まし壁を越えるのだ。ケロン軍ペコポン探査船ペコポンパスファインダー発進。ずいぶん小ぶりだね。予算の壁だね。ペコポン圏に到着。次はタママ頼んだぞ。はいです。スリングパー。目的地点の軌道調整成功です。次はいよいよ着陸でやります。着陸用エアバッグ展開ドン。ペコポンパスファインダーの無事を確認っていうか着陸成功。やったやったぞ。原始的すぎて涙が出てくるぜ。やったぞ。何の音だ。ペコポン特有の自然現象か。いえ、違います。さっきの音何？なんか、じゃなくて知的生命体です。散らかすな。現在地を見失いました。カメラもダウンしてます。にゃに、おのれ宇宙怪獣。カメラの復旧を急ぐであります。カメラ再起動成功だぜ。ここはどこだかわからん以上行って確かめるしかあるまい。探査ローバー降車であります。しかし、なんとも不思議な地質でありますな。この場所をデニム平原と名付けよう。お、地質が変わったぞ。もっと前方にクレーターあり。おじさま、進路前方に巨大な障害物が。何？おお、なんと雄大な丘だろう。この丘の向こうに、きっとペコポの未知なる秘密が。おじさま、これは。おお、とうとう発見したぞ。これぞまさしく、ペコポ人類の起源。くすぐった。たねしてた。っていうか音信不通。俺たちの挑戦は終わった。